速稼塾の久保でございます。今回もね、振り返りシリーズで2016年の記録になってます。2015年に半年ぐらいでゼロから月収100万を達成するサイトアフィリエイトのまとめをご覧いただいたことがあると思いますけども、それを思い出しながら1年後の2016年にですね、2月1日から2月29日までのこの短い1ヶ月弱の間に、まあなんとね、売上結果的に25万円を上げてるんですよ。当然ですけども、始めたばかりの1週間目ってのはゼロですよね。で、2週間目には1万円で、3週間目には9万円っていう風に、プラス8万の売り上げが上がってます。で、最終的に25万がトータルの月収になったわけなんですけども、予備知識としては、アフィリエイトってのはまずね、ホームページが何人の方に見られたかっていうインプレッションってのがあるんですよ。インプレッションっていうのは何人の方に見ていただいたかってものです。それがですね、クリック率っていうのがあります。クリックっていうのがね。それは見ていただいた方の中の一部の方がバナーっていう広告をクリックするじゃないですか。興味を持って。商品をちょっと覗いてみようかなと思って。で、クリックした人の数っていうのはインプレッションよりも、まあ、当然ですけど下がると思います。100人の方が訪れて200人の方がクリックすることはないですからね。基本的に100人の方が訪れたら、その100人の中の何人かがクリックだけするんですよね。で、クリックだけした方の一部の方が、オーダーと言って注文してくださると。だから注文してくださる方、オーダーの数が私の売上利益になるってことです。それが全体で25万になりましたっていうのが1ヶ月以内に起きたことなんですよね。だからサイトを一から作ってですよ。何にもないところからサイトを作りました。で、そっからアクセスを集めるための記事の更新をしたりとか、ある程度のサイトの量産をしたり、リンクを貼ったりとかする、涙ぐましい地道な努力を2016年の2月に私がしまして、で、4週間目が2月のね、29日になった時に売上が25万でしたよと。で、入金が放り込まれるのがそれから2ヶ月先ということになりますんで、この月にね、2月に25万上げたっていうことが今回、この後の動画で語られてますけども、これ2ヶ月後にちゃんと入金されてるわけなんですよ。で、ASP と言いますけども、このアフィリエイトを司る広告をね、集めてくださるサイトの方からも、いろいろとメッセージをいただいてね、協力していただいたんですけども、まあそれでもね、初めて1ヶ月目で25万っていうのは、なかなかね、いい線いってるんじゃないかなと思います。ということでね、1年前の2015年は、1ヶ月目は言うてもゼロだったわけですよ。2ヶ月目は3000円でしょ？で、4ヶ月目で5万なんですよ。だから、だいぶね、3ヶ月ぐらい結構巻きでいけるように1年の間に進化したってことなんですよね。ということなんで、こちらの方の記録映像もご覧いただければと思います。それではですね、今回は、1ヶ月で25万稼ぐアフィリエイトサイトというタイトルで画面切り替えてご覧いただきます。今回も参考にしてください。どうぞ。こんばんは。お疲れ様です。速稼塾の久保です。今日はですね、ブログと言いますかね、サイト、私の場合ホームページなんでサイトと言わせてもらいますけども、サイトアフィリエイトの最速の結果の出し方についてお話ししようかと思います。昨年ですけどもね、2015年の5月にサイトのアフィリエイトを始めて、6ヶ月で、単月100万売り上げを突破する、その、まあ、スキームをですね、ご紹介したことが何回かあるんですけども、この時は、初月0円。で、2月目が3000円。3ヶ月目の売り上げが、まあ、4万か5万と。で、4ヶ月目が36万ぐらいで、5ヶ月目が、まあ、70万突破して、で、6ヶ月目にですね、100万円をオーバーしましたよっていうのを、まあ、図を見せながら、まあ、A8 ネットの実績画面を見せながら、説明したと思うんですけども、今回はですね、2016年になってから、力がついてるかなということで、実は、たまに、まあ、実績を上げてたと思うんですけども、2月の1日からですね、2月、もう今日までです。今日まで、まあ、概ね2月の末まで、29日間にわたって、4週に分けた実績表を今日は持ってきてます。まあ、ご覧いただけると思うんで、これ、キャプチャーをね、パッと貼りますけども、1週目は、ゼロです。表示回数が、サイトの表示回数が246回。で、クリックはされたけども、何も売れなかったと。まあ、200回ぐらいじゃね、売れないんですよね。報酬ゼロというね、1週間目だったんですけども、まあ、2ヶ月目はもうすでに1万円売り上げてるんですよ。
表示回数が1032回で、クリックが18回されてワンオーダーと1万円の商品が売れたわけですよね。ということは2015年は3ヶ月目にやっと満単位だったんで、2ヶ月目はまだ3000でしたからね、随分腕が上がったと思うんですよ。はい、ではですね、3週目どうなったかと言いますと、これもうすでにですね1594アクセスありまして、クリック110回されてオーダーが31で92,100円です。だから単価が3000円ぐらい、平均単価3000円ぐらいになって31オーダー、31個売れたということで9万円の、これ1週間ですよ。1週間で9万円でございます。まあ正確には先週のが入ってるんで、この週単体で言ったら8万円ぐらいですかね。で、次の週がなかなか興味深い。3週目になるとですね、売上は14万です。表示回数が1959、おおむね2000回で、クリック数は108回、オーダーを39本いただいて、まあやっぱり平均単価3000ぐらいですよね。で、14万ということで、月末まで、もう明日もあるんですけども、だいたい24万ちょっと、だから明日なんかが発生すると思うんで、25万。1ヶ月間の、1つの ASP の、これアフィリエイト B なんですけど、アフィリエイト B の商品を扱っての売り上げは、0から始めて1ヶ月やってですね、はい。去年は6ヶ月かかったんですけども、今年は1ヶ月以内に、まあ、25万。去年は6ヶ月って言っても、100万突破するのが6ヶ月だったんで、そうですね。去年4ヶ月ぐらいかけたものが今年は1ヶ月でできるようになりました。で、これね、もう、地図ができましたんで、どうやったらこれができるかっていう設計図ができました。私はね、これもう法則と言ってもいいです。私の体験と、それから、ここまで作り上げた情報収集、教育、勉強ですね。コンテンツの作り方っていうものに対して、私はね、もうこの実績を上げさすためのコンテンツの作り方を、ちょっと教材といいますか、まあ、ブログで公開しようかなと思います。ブログを、まあ、久しぶりにスタートします。で、これね、無料で公開しますけども、凄まじい、設計図になると思います。ただ無料だと皆さんまたね、見たり見なかったりするんで、無料って言いましたけども、有料にしようかなって気もします。で、まあ、サロンみたいにして、あ、サロンがいいですね。ブログも書くんですけども、エッセンスの濃いところは、Facebook ページを、まあ、有料入場制にして、そこで公開していこうかと思います。まあ、値段はですね、別にお手頃の値段というか、無理ない値段にしていこうかと思うんですけども、見続けることができるというね。で、大体プログラム的には、もう、1ヶ月か2ヶ月で終わりますんで、金額の負担もそんなにね、ずっとあるわけではないかなと思いますけども、こういうふうな1ヶ月以内に、まあ、少なくとも半年、去年は半年かけて100万ですけど、今年は1ヶ月で24万と。もう、こういうふうに赤裸々に2回も見せればもういいでしょう。で、ちなみに去年は A8 ネット使って、今年はアフィリエイト B 使いました。で、今、来月のために仕込んでるのは、アクセストレードです。ですからもうね、あらゆる ASP で私はもうね、プロフェッショナルになっていきますよ、もう。オプトインはもう SVIP とか SSVIP とか SSSVIP とか VIP も花盛りで、私はもうほとんど VIP 取ってますけども、もうね、この物販系の上場企業系の ASP ももうすべてですね、ランキングはマックスで今年は埋め尽くします。もうそういうところね、見ながらそれに乗っかりたい方はぜひ、私のですねブログの登録をしていただきたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。ブログの方は無料で公開するんですけども、 URL は連絡くださった方にしか教えません。もう人数少なくてもいいかと思いますけども、もうサロンみたいな感じでね、そのブログも、クエスチョンアンサーをお答えしようかと思います。本気の方だけ見に来てください。もう適当な人に見に来てほしくないんで、本当本気の人だけ来てください。本当学ぶのが目的の人はもういいです、いらないです。学ぶのではなくて、結果を出したい人だけが来てください。私もね、
興味本位の人に割いてあげたいんですけども、もうそういうことやってたら本気でやってる人になかなかねアタッチできないんで、まあ、なんか軽いノリの人、副業でどうもとかちょろっととかワンクリックでどうこうっていう人はもうちょっとね、今回はご遠慮いただいて、そういうふうな教材をね、ワンクリックでどうこうっていうのが好きな人はそういう教材買ってぜひ結果が出ない道を歩んでください。もう何回も繰り返したと思うんですけど、あのノウハウ系っていうのはね一発ドーンですからね、大したことないですから。でやっぱ底力をつける、要するに我々コンテンツ提供業なんで、コンテンツを作る力をつけないといつまでたってもあのノウハウの餌食です。コンテンツを作らないといけないんですよ。面白い話ができないといけないし、あのやっぱ緻密なストーリーを組まないといけないんですよ。コンテンツ提供業なんですよ。コンテンツイズキングなんですよ。コンテンツがあなたの資産なんですよ。ね、ネットビジネスで稼ぎたいっていう人がブログ書いてない、 YouTube の動画1本も上げてない、 もしくは上げても100本か200本程度とかで、メルマが全然続かないとかね、どうするんですかって話ですよね。まあ、これはちょっとね、投げかわしいかなと。あなたの伝えたいメッセージをぜひあの社会にですね提供し続けないと、あなたには誰もお金が払ってくれません。今日は以上です。ではまたご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。私がねアフィリエイトで稼いだっていうのは、毎日毎日活動するっていうことも必要にね大事なんですけども、活動をやめてもね、ある一定の期間、私の場合最長で3年ぐらいですけども、アフィリエイトサイトが稼働していてずっと入金をね続けてくれたっていう経緯もあるんですよ。ただですね、アフィリエイトサイトの中には有料でお金を払って運営してるサイトもあるんですよね。でそこの課金をやめちゃうとそのサイトって消えてしまうんで、今はほとんどのサイトがないっていうかね、見れない状態なんですよ。本当に残しておけばよかったかなと思ったんですけども、私はね、新しいことをやるために、わざわざアフィリエイトってものを捨てたっていうかね、本当にアカウントも全部消滅させたっていうか、入金をもうやめてですね、放置しておいたんですよ。そしたら全てのアカウントは今ね、消滅していっております。まあ唯一ね、YouTube だけの広告収入が私に富をっていうかね、お金をもたらしてくれてるんですけども、いやーでもね、ブログにずっと課金しておけば、まあ、更新しなければね、バナーの効果はあのゼロになりますんで、結局入金はなかったにしても、こんなサイトですよっていうふうにお見せできたかもしれませんけども、なんせね、アフィリエイトを捨てたっていうのは、アフィリエイトを教えることもやめたんですよね。だからそういうことで、アフィリエイトを収入源にしないって決めたから、今みたいにね、投資に没頭できるってところがあると思うんですけどね。まあ、なんか振り返ってみたらなんかもったいないような気もしますけども、そういうことをしたからこそ、新しい分野で私は振り返ることなく、背水の陣で、まあ、突破していってね、FX を攻略したんじゃないかなと思いますんで、これはこれで後悔がないです。皆さんはどんな感想をお持ちになったでしょうか。それではね、また次回別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。